2022年12月3日、ウクライナ軍の特殊作戦部隊が、南部ヘルソン州のドニプロ川東岸に渡河し、クレーンと思われる鉄塔のような建造物にウクライナ国旗を掲揚したとする動画を SNS 上に公開し、ここをヘルソン州のドニプロ川東岸地域を解放する橋頭保とするとして強調したよ。動画ではウクライナ軍特殊作戦部隊が小型のボートで川を渡っている映像が映っているが、この動画を見る限りにおいてはロシア軍からの攻撃はないように見えるね。ミスミスとかを許したってことかな？嵐の前の静けさってやつかな？どうだろうね。さて今回は、ウクライナ軍特殊作戦部隊が、ドニプロ川東岸に上陸し国旗を掲揚したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。アメリカのシンクタンク戦争研究所では、12月1日にドニプロ川東岸のロシア軍はウクライナ軍の渡河を警戒して、塹壕を掘るなど防御陣地を構築して守りを固めていると分析していたが、ウクライナ軍の特殊作戦部隊は白昼堂々と渡河しており、もし戦争研究所の分析通りに東岸の守りを固めていたとすれば、なぜ自由に行動させていたのかについて様々な憶測が飛び交っている。戦争研究所では、この特殊作戦部隊の動画公開を受けてウクライナ軍がドニプロ川東岸に渡河して、橋頭保を確保したことが事実であれば、ヘルソン州の東側の地域を奪還する糸口となる可能性があると指摘しているけど、そのことに疑問はないものの、守りを固めていたロシア軍がやすやすと橋頭保を構築させるはずがないとの指摘もあり、ドニプロ川の岸辺沿いにウクライナ軍を貶める何らかの罠を張っているか、あるいはイギリス国防省の情報にあったように東岸から深く東方に後退して、防御陣地を後退しているかのどちらかではないかとの見方も出ているみたい。また、ウクライナ側においても、ヘルソン州知事のヤヌシェビッチ氏がドニプロ川の東岸一帯の住民は、戦闘が激化する可能性があるため、ドニプロ川を渡河して西岸に避難するようにと呼びかけていたが、この避難の呼びかけについても、現状においてウクライナ軍が西岸にロシア軍が東岸にいてドニプロ川を挟んで対峙している最中に、東岸側のロシア軍支配地域にいる住民に西側からの呼びかけが届くこととは考えにくく、ウクライナ軍に対しての何らかのサインではないかとの見方があるらしい。仮にウクライナ軍が東岸の川岸近郊に橋頭保を築いたとしても、そこはこれまで西岸の集落や民間インフラ施設などを、砲撃していたロシア軍砲兵隊の格好な目標となり、強力な援護砲火でロシア軍砲兵を沈黙させる必要があるけど、それほどの砲撃戦があったとの情報はないみたいだね。ドニプロ川のヘルソン市に架かるアントニフスキー橋はロシア軍が撤退した後に完全に破壊されているのが確認されていて、ウクライナ軍が浮き橋などを架橋した様子がないため、ヘルソン市から東岸地域に戦車などを含む、大規模な地上部隊が東岸に渡った形跡はなく、ウクライナ軍特殊作戦部隊の動きは、東岸のロシア軍の状況を探るための威力偵察だったのではないかとの見方が広がっているよ。ドニプロ川を挟んでは、ウクライナ軍特殊作戦部隊の動きが活発で、今回のヘルソン市付近での動きに加えて、下流の河口付近の東岸にあるキンバーン半島などでも威力偵察を思わせる活動が報じられていて、渡河地点を探しているかのような動きを見せているのであるけど、ヘルソン州内でドニプロ川を渡れる可能性がある場所がもう一箇所あるとなっているよ。そうなんだね。そのもう一箇所はどこにあるの？ヘルソン市の上流 60km ほどにあるノーバカホフカにあるカホフカ水力発電所のダム上を通っている橋梁がそれで、ロシアが占領していた頃にウクライナ軍がアメリカから供与されている M142 高機動ロケット砲システム、ハイマースによる GPS 精密誘導ロケット弾 GMLRS による攻撃で大型車両などのが通行不能となっているんだよ。ノーバカホフカについては水力発電所などを占拠していたロシア軍や、ロシア側から任命された新ロシア派の行政府担当者などが撤退したとの情報があり、現在はウクライナ軍が奪還していると見られているが、詳細な情報は伝わっていないらしいよ。また、ロシア軍が占拠中にダムを破壊してカホフカ貯水湖を決壊させて、
下流一帯に大洪水を引き起こしてウクライナ軍を足止めするのではないかとの懸念が広がっていたが、撤退時にダムが一部破壊されたことが確認されているが、現在のところは決壊したとの情報はないね。懸念が広がっていてダムの一部が破壊されたことが分かったけど決壊したところがなくてよかったよね。ヘルソン州内の両軍の動きで伝わっている情報は現時点ではこれくらいのもので、大きな動きはないのであるけど、隣のザポリージャ州において一部のロシア軍部隊が撤退を開始しているとして、ウクライナ軍が12月4日に主張しているみたい。ウクライナ軍ではザポリージャ州を占拠しているロシア軍に対して、弾薬庫や兵站集積地点などを、ハイマースや多連装ロケット砲システム MLRSM270 などから発射する GMLRS によって破壊を続けていたとして、ザポリージャ州のロシア軍部隊への補給を断つ作戦を展開していたとみられ、そのためにこの地域のロシア軍がかなり弱体化していたのではないかとみられているんだって。ウクライナ軍によると、ザポリージャ市の南部にあるミハイリウカやポロヒなどの都市や町を占拠していた。ロシア軍部隊が撤退したとされているけど、ロシア側が任命したザポリージャ州占領地当局の責任者は、ウクライナ軍による発表はウクライナ軍によるプロパガンダであるとして、ザポリージャ州の州境はロシア軍によって強固に守られており、1メートルの土地もウクライナ軍には与えていないとして、ウクライナ軍の発表を真っ向から否定しているみたいだよ。またウクライナ軍は12月2日にもザポリージャ州に関する情報を発信していて、同州のロシア軍陣地の後方に特殊作戦部隊が潜入して作戦を遂行していたことを明らかにしていて、この特殊作戦部隊が民間施設へ向けてのミサイル攻撃に使用されていたとされる、地対空ミサイルシステム S300 が配備されているロシア軍の施設を破壊したことを明らかにしたほか、ロシア軍占領地にある電子戦の拠点などを突き止め、その座標をウクライナ軍砲兵部隊に知らせて、破壊させたことも明らかにしたとなっているよ。このロシア軍の電子戦拠点はザポリージャ市から南西約 80km のポロヒ市付近にあって、ウクライナ軍の通信系統撹乱や同市の携帯通信網の遮断などを実施していたとされ、これを破壊したことが事実であるとすれば、ハイマースなどから発射された GMLRS ロケット弾などの、精密誘導砲撃によるものであろうと見られているよ。これら一連のウクライナ軍側から発表されているザポリージャ州の動きについて、西側ではウクライナ軍が次の段階の作戦として、ザポリージャ州の奪還も視野に入れているのではないかとの見方が広がっているらしいよ。ウクライナは間もなく地面が凍結する冬を迎えようとしていて、これまでの長雨によるぬかるみも凍結して、戦車などの軍用車両が行動しやすくなるため、ウクライナ軍もロシア軍も動きが活発になるものとみられ、両軍とも現在はそのために準備を進めている段階であるみたいだね。現時点で、ロシア軍には南部戦線において攻勢に転じる余力はないとされていて、先に動くとすればウクライナ軍であろうと見られているが、どこで動き出すかが焦点となっているよ。ドニプロ川のトカチ点を探しているかのような威力偵察風の特殊作戦部隊の動きが鍵となっていて、これが陽動作戦なのか、あるいは真にトカ作戦を計画しているのか、現時点では全くわからないとなっているよ。あるいは、ヘルソン州内でのドニプロ川トカ作戦自体が陽動作戦で、ザポリージャ州の州都ザポリージャを拠点として一気に南のマリウポリ市を奪還して、ヘルソン州全土を奪還した後にクリミア半島までをも視野に入れているのか、国際社会が固唾を飲んで注視しているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。